こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。ポイント購入ができないです。ポイントの購入の仕方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。えー、メルカリで良い商品を安く購入するための方法で、え、2019年現時点で、ポイントの購入方法ですね。メルカリで使える。 その方法をぜひ、えー、紹介させていただきます。えっ、ー、と、三つありまして、まずは、商品を売った後の売上金でポイントを購入する方法です。それと、メルカリの期間限定のポイントキャンペーンからのポイント、無料ですね。無料ポイント。それと、友達をメルカリに招待した時の ギフトコードからの抽選のポイントですね。この3つとなります。はい。ですので、今現時点ですと、この3つのからのポイント購入のみしかできないので、ぜひ注意してください。それと、メルカレポイントは購入した日から365日、1年ですね、の有効期限があります。 これを超えると無効になってしまうので、ぜひ注意してください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントをします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録したいにニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。 本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。